こんにちは、おゆです。今週の夫弁当、2月19日から22日分のまとめです。我が家の夫弁当は、おかずを週末に作り置き、平日は主食を用意しておかずを詰めるだけ。おかず作り置きの様子はこちらの動画にまとめています。1週間同じおかずでも飽きないよう主食を変えているので、最後まで見てみてね。それでは、スタート。月曜日はキンパを入れたお弁当です。今週はおかずも主食も韓国風にしてみました。キンパに入れた具材はサニーレタス、焼肉のタレで焼いた豚肉、作り置きの人参と小松菜のナムル、刻んだたくあんです。巻き寿司は最近恵方巻きも作ったので自信満々で作っております。しっかり固定して30分くらい置いたので切ってみたところ、なんということでしょう。なんかブヨブヨでゆるくなっちゃってました。なんでだろう。もうこれは全部一旦フライパンでぐちゃっと炒めてチャーハンですって言うしかないかなと思ったんだけど、なんとかお弁当箱に詰めることができました。焦っていたからかちょっと予定より薄く切っちゃいました。足りなかったらごめんね。作り置きのおかず、月曜日の分だけは冷凍せず冷蔵保存にしておきました。おかずを詰めたら糸唐辛子で飾り付けをして、月曜日のキンパ弁当完成です。無事に詰められてよかった。火曜日は韓国風と言っていいのかわからないけど、ツナマヨキムチおにぎりです。キムチ使ってたら韓国風でいいよね。ツナ缶1缶にマヨネーズとキムチを好きなだけ入れておにぎりの具にします。ご飯に塩を混ぜようかなとか、海苔を韓国海苔にしようかなとかいろいろ考えたんですけど、結局ただの白いご飯に普通の海苔を巻くことにしました。今日のお弁当箱はおにぎりが入れやすそうなこの可愛いお弁当箱、おじさんが使っててもいいよね。それでは冷凍のおかずを詰めていきます。今週の作り置きおかずはヤンニョムチキン、韓国風の卵焼きケランマリと人参と小松菜のナムル、大葉とえのきのチヂミです。冷凍してあるおかずは凍ったままお弁当箱に詰めています。夫が会社に着いたら冷蔵庫で保管し、食べる直前に電子レンジで温めているそうです。さあ火曜日のお弁当も完成。今週はもう残り半分。水曜日のお弁当はビビンバです。混ぜるだけのビビンバの素を使います。炒めれば石焼き風にもって書いてあるけど、今日は本当に混ぜるだけ。おかずも詰めるだけでちょっと楽した水曜日です。このビビンバの素は以前も使ったことがあって美味しいって言ってたからまた買ったんですけど、確かその時は炒めてたような気がします。美味しかったよって言ってたけど、なんか違うって気づいたかな。ちょっとがっかりしてたら申し訳ない。この日はね、なんか赤っぽいお弁当になっちゃいました。かろうじて小松菜のナムルが入って緑を追加することができました。大葉もあったから使えばよかったかな。とりあえず水曜日のビビンバも完成です。今週は金曜日がお休みなので、最終日の木曜日はカルディで買ったチュモッパの素を使います。これを買ったから今週は韓国縛りにしようって決めたんです。その割に韓国料理全然詳しくないから気になる点が多々あったかと思います。コメントなので優しく突っ込んでいただけると嬉しいです。パッケージの裏にお好みでごま油を足してと書いてあったので入れてみたんですけど、ごま油の風味がめちゃめちゃ合ってたので絶対入れた方がいいです。他にもコチュジャンやツナを入れるアレンジが書いてあったので、一部コチュジャン入りも作ってみました。ピリッとして美味しかったよ。全体的に甘めの味付けだったので夫もコチュジャン入りの方が気に入ったそうです。こんなに作ったよ、ぶどうみたい。さあ今日も可愛い方のお弁当箱登場です。これに9個並べる予定だったんだけど、ちょっと大きく作りすぎちゃって6個しか入らなかったです。ではこのおかずたちも今日で最後。最終日は何としても卵の断面を出したかったので、うまく入れられて大満足です。
これで今週のお弁当作りもすべて終了。お疲れ様でした。来週はひな祭り弁当できたらいいな。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは夫のお弁当作りの他に料理好き主婦のお気に入りレシピの紹介やいろんな料理に挑戦する様子を記録として残しています。気に入っていただけましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。